皆様こんにちは、ゆめのです。本日はですね、ハンドメイドアクセサリーの新作紹介の日に最初に少しだけお話ししてたんですが、先週の金曜日にですね、血尿が出ちゃって、土日 YouTube お休みしたんですよね。その原因とかの話とね、あと YouTube に関わることなんですよね。私の中ではもう関わることなので、雑談に交えるか悩んだんですけど、本当に私の中では大事なことなので、で、YouTube をね、見てくださっている方にもこれはね、きちんとお話をしておかなければと思ったので、土曜日に一本の動画として撮らせてください。お願いします。まず血尿が出た原因とかをね、全部お話ししようと思ったんですけど、そうなるともう大変なことになっちゃうので珍しく、ノートにまとめてきました。で、血尿の原因はどこかの臓器がね、極端に悪いとかではないんですよ。まあ、あまり状態は良くないですけど、全然極端なものはなくって、原因は心因性のもので、ストレスとか精神的負荷とかショックとかが原因なので、初めてではなく結構よくあることなんですよね。ただそのよくあるって言ってもね、月に一回生理みたいにあるかって言ったらそんなでもないんですけど、それだけちょっと心因性のショックが大きかった出来事があって、原因としては YouTube に関わるっていう理由なんですけど、っていうのがね、私チャンネル登録者様がね、800人ぐらいの頃から数回なんですけど、収益化したら 10% を小児がんで戦っている親子を支援している団体に寄付をしたいっていう話を何回かなんですけどしていて、で、私の中では何回かなんですけど、めちゃくちゃ自分の目標だったり、本当にそれはしたかったんですよ。それをお話ししていたのできちんと今日話すんですけど、で、どんな心因性の原因があったかっていうと、子育て中のね、お友達からね、めちゃくちゃ怒られちゃったんですよ。そう。で、その場にたまたま親友もいて3人でね、お茶を飲みながらお話をしていたんですけど、その親友じゃない方のお友達が、すごく怒ったんですよね。っていうのがね、私は子育てしたことない、出産もしたことがない、で、子供を産む、つもりもないっていうことで、すべてを知ってるわけではなくって、親友ほどね、全部を知っていないんですけど、でもその子の中でこう、病気になるかどうか、わかんないでしょっていうところがやっぱ引っかかってたらしいんですね、長年。で、その、わかんないのに、産まないっていうのは、なんかこう、なんか、残酷って言われたんですよ。そう、子供が産めない人もいるのにって言われて、体的には何の問題もないのに、病気になるかどうかもわかんないのに、産まないって。っていうところですごくずっとそれが引っかかってたみたいで、で、たまたまタイミング的に私がその将来こういうことしたいっていう話を3人でしてて、子育てが終わったらっていうお話を2人がしたので、私はこういうことしたいってことで小児がんのって言ったんですけど、その子の中では、まず私はその子育てしたことないし、出産もしたことないし、するつもりもない、で、体は健康っていうね、イメージだったんですよね。だからそのすごく腹が立っちゃったみたいで、だからそこおかしいでしょって、もう偽善じゃんって言われちゃったんですよ。偽善だし、いい人ぶってるだけだし、そんなことされたら、本当に戦ってる親子は、もう、迷惑だと思うって言われたんですよ。鬱陶しいと思うって言われちゃって。私、そういうこと言われたことなかったんですよね。言われたことなくって、もうすごくショックで、偽善のつもりもないし、いい人ぶってるつもりも全くなかったんですよ。で、でも確かに、めちゃくちゃね、理由はあるんですよ。その、病気がね、遺伝するかどうかわからないっていうところは確かにそうなんですけど、小児がんってめちゃくちゃ難しい病気なんですけど、私の家族っていうのも、やっぱりこう、亡くなった直接の原因っていうのはもう本当に何十年も前になっちゃうんですけど、やっぱりこう、私もね、遺伝ではないんですけど、先天的に何かあるっていう状態なんですよね。で、その家族もそうだったんですよ。だからその、遺伝かどうかはわからない。でも先天的にっていう症状が二人いるわけですよね。それって多分私だけだったらとはまた全然違うんですけど、そういうことを言い始めるともう本当にめちゃくちゃ難しいんですよ。それこそ小児がんって私はその家族と同じような0歳から4歳っていうところで寄付をしたいって考えてましたけど、もちろん0歳から14歳までの患者さんがいて、ね、それも分かってたんですけど、やっぱりこう、ね、それぐらいの年頃の子がいる親からしたらすごく多分腹が立ったんだと思うんですよ。偽善に思えて、で、私はね、私精神疾患だっていうのは知ってくれているので、もう自分病気のくせにみたいなことまで言われちゃったんですよね。で、さすがにその、なんだろう、こう、ずっとその言いたくても言えなかったのか、
人じゃなかったから親友がいたから行ったのかわかんないんですけど、わけわかってない人からそんなことされたらおかしいと思うって、それ間違ってるよって、それ本気で言ってる？正気？って言われたんですよね。すごくショックで、やっぱりこう私の中ではその、あ、そういうふうに思ってたんだっていうことよりも、なんかこう偽善、いい人ぶってる、迷惑っていうのがすごくショックで、まあそれでね、あの血尿がもう本当に私ストレスというかその心理的負荷がガッてかかっちゃうと本当に即反応しちゃうので、もうなっちゃったんですよね。でまあでもね、それを言われたからといって目標というかそのしたいことをやめるかって言ったら、まあYouTube でね、いつも見てくださっている方はもう本当に説明するまでもなくなんですけど、やめたりするつもりは全くないんですよ。そう、本当にそのちっちゃい頃からのことを知ってくれている親友からしたら、すごくね心配をしてくれたんですよ。後日大丈夫だったって。まあでもやっぱり子供を産んだこともないのも確かだし、出産の経験もないし、でその出産の予定もないんですよ。で病気になっちゃうかどうかもわかんない、遺伝するかわかんないんですよね。だけど私自身がその育ててくれている親、まあ今も家にいるので育ててくれているって言ったんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよね本当に。一人亡くなって一人この状態じゃないですか。本当に大変だと思うんですよ。だからこそやっぱり支援はしたいっていうのはあるんですよね。なのでもしかしたらその私の中でそれを言われてショックで血尿出ちゃったけど、でもやっぱり支援はしたいって思ったんです。でなんですけど、そのお金ってなっちゃうとやっぱりそう思われちゃうのかなって思ったんですよね。で小児がんってね、年齢の幅があるので自分にじゃあできることでなんかないかなって思ったんですよ。そのもちろんね、生存率はもう昔から比べたら上がっていますけど、やっぱりこう治らない子もいるじゃないですか。だからこう私今アクセサリー作ってるのでって考えたり、まあ何か物でねって思ったんですよ。やっぱりこうお金ってなっちゃうと、あなた子供産んだことないでしょって言われちゃったら確かに不快な思いをさせちゃうかなって思ったんですよね。すごくね、やっぱそのお友達に言われたその精神疾患のね、まともじゃない人がっていう風になっちゃったら、やっぱりこうショック受けちゃうかなっていうのはちょっと思ったんですよ。でもやっぱりこう苦労してることに変わりはないと思うんですよ。大変だと思うんですよね。それは今も昔も変わらないと思うんですよ。戦ってるわけで。なので自分にね、できる形、お金じゃない形の方がね、いい人ぶってるとか偽善っていうのがね、すごく難しいと思うんですよ。もちろんみんながみんなじゃないと思うんですけど、私がそのこういう活動をしたいっていう話は親友3人とその子に行ったのが初めてなんですよ。実の親にも一度も行ったことがないんですよ。これはもう本当に原因はあるんですけど、まあ、そこまで話すと本当に長くなっちゃうんで話さないんですけど、やっぱりこうね、まあ、でもその原因、親に行ってない原因っていうのはその子の行ったことを丸々言われたんですよ。そう、もう話しちゃうんですけど、私すごくね、悲しかったんですよ。そう、すごく悲しかったんですけど、その時にね、みんな悲しいじゃないですか。でも、まあ、ちっちゃかったし、めちゃくちゃ悲しかったんですけど、もう本当にね、悲しくって、うわ、ってなってたんですけど、その時親に言われたのが、いや、家族が亡くなったのと、自分が産んだ子供が亡くなったのだったら、全然違うから、私の方が悲しいからって親に言われたんですよね。っていう原因があったので、今回言われたことで、あ、そうなんだって思っちゃったんですよ。私の中では、あ、そう、やっぱ思っちゃうんだなって思ったんですよね。だからこう、お金ってなっちゃうと、やっぱりこう、偽善とかいい人ぶってるとかってなっちゃうのかなって思ったので、もしかしたらね、形を変えて、まあ、アクセサリーだとね、ちょっとその小児がんって男の子の方がちょっとかかりやすいって言われてるものではあるので、アクセサリーってなって女の子になっちゃうんですけど、やっぱりこうね、なんかこうお金がそういう風に取られちゃうんだったら、アクセサリーじゃなかったとしても、まあ私はね、本がすごく好きなので、ちっちゃい頃ね、本に救われたところが結構あったので、本を送るとかそういうことをね、したいなという風に、ちょっと形をね、変える可能性がちょっと高くなってきました。私の真意としては、そのお金としてね、 10% 寄付っていうことをしたいんですよね。でこれはね、したいっていうのが真意なんですけど、本当にその自分の親もちっちゃい頃そう言っていたし、で現代私のお友達からも、産んだこともない育てたこともない人からそんなことされちゃったら、
でまともじゃない人からされちゃったら、ただの偽善、いい人ぶってる、迷惑おかしいってなっちゃうよっていうことも一つの意見としてあると思うんですよ。うん。で、これは本当に一つの意見であって、私の親友に関しては全てを知ってくれているに近いので、いや、そんなことないって。そういうことできるのってすごいことだと思うって言ってくれるけど、でも、まあ世の中ってたくさん1億人以上人がいるじゃないですか。一人思ってたら100人、100人思ってたら1000人っていう世界じゃないですか。だからね、あ、そうなのかなって思ったんですよ。で、まあ、こう、私がね、例えばその今後、治るとか寛解してそれがキープできるっていう人間だったら、その頃にってまた伸ばしたかもしれないんですけど、そんな予定がないんですよね。だから、やっぱりせっかく収益化までたどり着けて、私がその収益化がね、目標って言ってた、やっぱ一番がね、その寄付だったんですよ。なんかこう自分がね、たくさんお金が入ってきてとかそういうことよりも、できるって、自分にもこう寄付ができるっていうことがやっぱ大きくって。で、YouTube って、動画をね、ずっと公開をしていくものなので、過去の動画でもね、見ていただいたら収益が入るじゃないですか。ということは、続けていればね、ずっと、継続的にその 10% の寄付っていうのがやめなければできるし、やめるつもりもだからないんですよ。で、自分が楽しくやっているので、負担も全くなくって、本当に楽しいんですよね。これを時々ね、ツイッターでぼやいてるんですけど、ショート動画ね、30秒とかの、10秒とかのショート動画作るよりも、YouTube の方が、私の中では楽しくってハードルが低いっていうくらい、自然なもので、もう本当に、生活の中に入っちゃってるんですよね。まあ、なのでね、今後ね、10% を寄付っていう風に何回かお話をしてたんですけど、もしかしたらそれがね、アクセサリー、自分が作るんですけど、アクセサリーであったり、もしかしたら、本であったり、絵本とかね、14歳くらいの子に向けた本であったり、っていうのをね、送れたらなって思うんですよね。そう、やっぱりね、お金だと、偽善に感じちゃったりすることも、やっぱりね、子育てをしている身の方からね、二人、親と友達二人から言われてしまったので、やっぱりね、こうちょっと分かったふりになっちゃってたのかなと思っちゃったんですよね。やっぱりこう家族とはいえね、自分が産んだ子供とかではないので、やっぱりこう、親になった経験もなく、今後なる予定もなく、なるつもりもなくっていう、私がね、そういうことをするのは良くないかなと。加えて、まあ、治ることのない自分自身が病気なのに、これはね、本当にガツってこれが一番来ちゃったんですけど、自分が治ってからすればいいじゃんって言われたんですよ。そう。これが結構、来ちゃったんですよね。自分が治ってもないのにって言われたんですよ。だからその子はもう治らないっていうのを知らないので、ずっと精神が不安定なだけっていう感じで捉えているので、まあ、それもずっとね、言いたかったみたいなんですけど、なんか、いい人ぶってるって思ってたって言われたので、自分が治ってからって言われちゃうと、私一生寄付できないじゃんって思ったんですよ。一生寄付とか支援活動とかできないなって思っちゃったんですよね。で、なんかこう、そう、そこでね、やっぱりこう、まあ、数回とはいえね、YouTube で 10% 寄付したいっていう希望というか、夢というか、目標というか、そういうのをね、語っていたので、きちんとね、振り込まれた後ではなくって、まあ、振り込まれるのだいぶ先だと思うんですけど、そういう、お金がね、発生をして、振り込まれて、その後にね、こういうことあったんでっていうのもね、なんか私の中で嫌だったんですよ。やっぱりこう、すべてね、本当に、本当のことしか言ってないので、もう、これは言わなきゃって思って、もう血尿出ちゃってるし、で、実際土日休んでるしと思って。やっぱりね、ちょっと、だから、そのお金からね、もしかしたらその、アクセサリーとか、本とか、そういうものにね、変えた方が、やっぱ受け取っていただきたいので、受け取っていただく側のね、ことを本当に考えたら確かに、まあ、病気の人からね、しかもまあ精神疾患でね、治らないわけですよ。なあ、そういう人からね、お金が届いたってなっちゃったらね、やっぱりこう、複雑なのかなっていうこともね、やっぱり思ったので、実際に振り込まれるのは本当にかなり先だとは思うんですけど、やっぱりね、何回かとはいえ、自分の目標として、話していたので、もしかしたら、お金 10% をね、寄付というお金ではなくって、私が作っているアクセサリーとか、また男の子もいるのでね、もう半分ぐらい若干男の子多いんですけど、0歳から14歳の子がいるので、まあ、ちっちゃい子にね、アクセサリーあげてもわかんないじゃないですか。ちっちゃい子にね、何ができるかって考え始めたらまた難しいんですけど、まあ、実際に振り込みされるのがいつかわかんないんですけど、まあその時になったらね、私自身の中でちょっと解決して、やっぱりお金で寄付しますっていう答えが出ていたら、その時またそれはお話しするんですけど、現時点ではね、血尿が出るほどショックを受けて、ちょっと
お金じゃない方がいいのかなっていうことで、今の時点では結論が出ています。はい。なので、お金っていうのではなく、今の意思、この現時点での意思では、アクセサリーとか、絵本とか、ちょっと難しめの本とか、そういうものの方がいいのかなっていうふうになっております。ちょっと血尿の原因がね、心因性のものっていうことでね、ちょっと臓器とかの心配されちゃったらなって思ったんですけど、やっぱりね、血尿の原因からの、やっぱ YouTube に関わるなって思ったんですよね。本当にその今までの動画でも YouTube ではね、本当に本音を話してきていて、まあ悩んでたら、まあ悩んでますって言うし、で、まあこういうことあったってなったらこういうことあったって言ってるし、まあ全てではないんですけど、まあ全ては言えないので、ないんですけど、言ってきているので、やっぱりこう、一回でもね、目標として言っているので、きちんと、今の意思ですね。今の意思と、あと、なんでこういう意思になったか。結論が出てるかっていう話をね、きちんとしたくて、今日はね、ちょっとまた相変わらず長くなっちゃったんですけど、ちょっと一日土曜日を使ってね、一本の動画としてお話をさせていただきました。やっぱりね、本当に今まで本当のことしか話していないのに、ここだけなんかこう、嘘をつくのも、それの方が偽善だなって思ったんですよ。ここで嘘ついて、なんか血尿ちょっとなんかありましたぐらいの感じで嘘つくのも、やっぱりここで嘘ついたら本当の偽善じゃんって思ったんですよ。それこそ偽善だと思って。だからね、ちょっと本当のことをお話ししました。そんな感じでね、ちょっとお金を寄付っていうのが、そういう風に受け取られちゃうのであれば、違う形でっていうね、決してその寄付したいっていう気持ちをね、じゃあやめます。っていうことには私の性格上ならないので、昔から考えていたことなので、形を変えるっていうことでね、現在の意思が固まっております。はい。それが何になるのかとかね、もしかしてその、アクセサリーにするとしたら、どんなの作るかっていうところとかもね、作るとことか、配信できたらなと思っております。まあ、本当にやっぱりこれはね、この先、もっと強い心とかね、強い気持ちとかが生まれたら、もうお金で、ってなる可能性もあるので、現時点なんですけれども、はい、ちょっとね、昔にはなっちゃうんですけど、800人達成した頃に言っていた時のね、ことと、今が違うので、きちんとお話をしました。そんな感じでね、ちょっとね、あまり楽しい話では全然なかったんですけど、やっぱりこう、私自身がね、経験していないっていうことはね、やっぱ経験って大きいですよね。経験って宝だと思うんですよ。今は本当にそれは本当に思うんですよね。もう今までの人生いろいろあったんですけど、経験って宝だと思うんですよ。で、その経験の中でもやっぱりこう、出産、子育てって大きいと思うんですよね。だから、お話をしました。はい。そんな感じで、今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。今日の動画はね、いいと思ったらとかそういうことではなく、本心というか、現時点での心境だったので、本当にいつもなんですが、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。